今回は予定を変更しまして4500万を失った僕らの、まあ、ある種追悼の番組を惜しかったっすね。いやまあね、惜しくなかった甘くねえわ。俺はもう4500万取った気でいたけど。いやもう私も完全にそのつもりで。それはね、来るわけないんですよ。あのブラックムーンさんはね、いや頑張って走ってらっしゃいましたけど一番人気のやつが出遅れたんですよ。これで、まあ、僕らの言ったら大穴が来るかもしれないって言ってたんですけど、ブラックムーンは出遅れのやつより後ろにいたらしいってただ、まあ、そういうね、馬だからこそ高かったわけですから、そうですね。まあちょっとこれに関しては後ほど続きがありますけども、はい、まあ、残念でしたよね、はい、4500万失いましたよ。お酒が来ても美味しいから。そうです、そうです。いただきます。ただパチソロの方は前回実は良かったんですよ。内容がパチソロはミノリンが、あ、そうですね、おそらく前代系であろう鏡に身を置き、うん、プラスプラスで僕は牛を使われてそれパチスロじゃないですか。パチスロじゃないですけど、5万ぐらいやられましたか、うん、そう使いすぎ、もう打ちませんからもう牛を使われは本編ではないので、本編ではないので明日真面目にパチスロ打っていこうと。そうですね。なんか前回2人で言ってましたけども、おそらく、メインどころに全体系があるんじゃないか、毎回と、うん、はい、そして鏡と来てるんで、その辺を踏まえつつ下見をしています。はい、そちらの方をご覧ください。寒いです。もう中入りましょう。はい、入りましょう。早くやろうなんか寝台が入ってますからね、はい、寒い。毎回下見来ると1台は花火とバーサスいい台あるんだよな。そっちもバーサスもまああるでしょうね。ここをどう考えるかなんですよ。まあ僕らね、6時間ぐらいしか打てないじゃないですか。だから帰りまでの間に当たりが見えてきてない時があって、でも多分据え置きはないんですよね、いつも。ってことは、まあ、花火かバーサス、まあ、4台ずつあって、じゃあどっちかに絞るとしたら3分の1で高設定が積もれるっていうのはかなりでかいと思うんですよね。下見の時は必ず入ってるけど、はい、入ってると思うんだけどね。あー、これ寝台何日目だろうね。まあ結構経ったか、1、2週間。多分まだ解析で公約数値出てないんですけど、まあ放送されてる時は出てるかもしれないけど、これがね、この間あのうちの誠とあとまあ兄さん武さんと3人で打って、子役数えながら3人で打ったら結構合算に差が出たんですよ。で、まあ、その結局ボーナスもね最後についてきたりついてこなかったりで、そこの数値は持ってるんで結構攻めやすいんですよね今、まあ、他が知らない情報を持ってるってのはかなり有利なんでね。まあこれも後で出目を取りに来よう。ん、ゴッド引いてる、ゴッド引いてる、ゴッド引いてる、引いてない。え、ゴッド引いてない。え、仲間外れ、仲間外れパターンです。仲間外れパターン。溜まってるパターンです。溜まってるパターン。え、そういう感じでしたっけ？俺も今パッと見て思っただけなんで。確かに。でも明日引きたいよね。引きたい。引きたいとこではありますよ。今日はなんか稼働にメリハリありますね。いつもなんかもう前代7000、8000とか6000ぐらい回ってんだけど、今日はあれこれがまあ一撃5000枚しんどいですかな。あーもう完璧ですよ、完璧な6ですよ。どうしようね。絆は前回なんか狙いも何も当たんなかったんだよな。
なんかちょっと前回あの競馬でふざけすぎて覚えてないっすよ何千万持ってるつもりになってやってたから、普通に考えたらそっち角の上げなんですけどね。ひどくない？え？ 3?22 だよ。7スルー単発、7スルー単発、8スルー単発になるやつだよ。上げてくれよ、こいつを上げてやってくれよ。いやもうこれだわ。なんかいつもこう、これを上げるのが人情だみたいなことをやってる、あんまり成功しないですけど、人情でしょう。あげんじゃないのこれは。いやこれど本命でいいんじゃないですか。まあやっぱでもメインどころのね、前代系、これを予測して攻めるのがいいのかなとも、まあそういう話になってますからね。一応だからメインどころしたらまあここか、窓2とか、鏡はまああるかもしんないけどね。でもまあ AT 中か、この台なんか多分まだ ART 中っすよね。連チャン中にやめたと思うから、おそらくリセットは確実にしてくると思う。だからそろそろ番長3が全然気になってもおかしくないとは思うんですよね。確実にリセットしてくるなら取っとこう。まあ、ちょっとみのりと相談ですね。さあプラネットは出目取りますか。多分ガックンすると思うんだよねこの筐体。まあどれかは、どれ打つかはちょっと分かんないな。おまあこういう感じでこうセットやっぱ安定した波をね描くと思うんですけど、外れは引いてないな。思い出した、前回はここが当たりだった。まあ単純にこっちかなとか、こういうまあでも回数的にはまあこっちか。昨日0-0だった台に今日は入ってる、まあ、ぐらいの感じでいいかな。一応取っとこうか。前回は結構メイン機種に、まあ、鏡私打ちましたけど、メイン機種、まあ、結構上あるんじゃないか、全四五郎とかあるんじゃないかみたいな感じでしたけど、本当ただの勘ですけど、窓カー2明日ちょっともしかしたら入ったりしないかななんて。窓カー2ダメかな、いいところにあるんだけどな、まあ、それか番長3かって感じかな。なるべく台数のある機種を打ちたいと思います。番長3か窓カーか、鏡も様子見つつ。お疲れ様です。いや悩ましいんですわ。はい、新台が入りましてね、スーパープラネット、あとデュエルドラゴン、だって、まあ、いつも流れたら新台に行くんですけど、はい、まあ、ここまでの、3回、2回かの傾向でメインどころに全だけが入るんじゃないかっていうのがあるし、絆でねここに入れるのが人情だろうっていう台があったんです。でこれちなみに一度も当たったことないんですけど、そういう台に入ったことないんですけど、はい、やっぱりあそこに入れるのが人情だろうってのが左角、なるほど、絆の左角なんですよね。あと気になるのが外線の1台だけゴツを引いてない気になっちゃった、人情だろう人情だろうっていうやつ
かわいそうだろう打ってた人の気持ちを考えなさい一人だけ引いてないなってって思ったんで気になるんですけどローテーションっていうものがあるじゃないですかたまに、うん、絆入れました鏡入れましたじゃあ次はね設置台数的には、はい、設置数機種的には窓数、はい、バジ3、うん、番長3あのラインが、まあはいまあ、メインというか、ねはい、一番お客さんの目につくところにありますけどどうですもう私は完全にその作戦でおもう番長3か窓か2かみたいな。なるほど。ただまああんまり台も動いてなかったりとかもして、うん、窓かとかもまあどれこれっていうのがあったわけじゃないんですけど、うんうん、いや僕もね、まあ、そろそろ番長3なんじゃないかなと思うんですよね、うん、じゃああれじゃないですか窓2え番長3って、はい、まあ朝行くでしょでこれはいいぞってなったらそっちに、あ、なるほど、あそこでねっていうガチっぽい、ガチっぽい、ガチっぽいやつですけど、でも番長すれば後からでもいけそうな気がするんだな。そうですね。普段の感じは寝台打ちたいんですよ、うん、スーパープラネットを楽に聞くんで。あ、いいじゃないですか。でもなんか来そうって思ってました。ただやっぱまあここまでの流れでな逃したくないな全体系、うん、分かんないですよ。だから僕らが勝手にメインって言ってるだけで、うん、メインはもっとほら、バーサスとかある方まで全部かもしれないから、ね、ジャグラーかもしれないし、かもしれないけど今んとこもしかしたらその3分残り機種、うん、3分の1で全体系かもしれないっていう中で2人いるんだから言っとくべきかなとは思います。ですよ、うん、で一応、ね、バンチョン3なんか電源落ちてる台があって、あ、そうなんですね。あの、多分私見た後かな。かな、もう本当閉店、はい、閉店の、うん、なんかこう取り切れずやめみたいなのがあったんで、はい、とまずそれ言っとこうかな。それですかね、まあまあリセットするでしょう、うん、まあ、ちょっと明日はちょっと迅速にこの作戦で行って、はい、わかりました。まあもし違う、これなんか違うな、別のとこだなってなったら信頼なり、なんか攻めて、うん、できます。そうしましょ もうとにかくもうお祭りとか行ってらんないんですよ。そうお店を攻略しようと、はい、攻略しろと本気で怒られたんで、うん、ちゃんとやれって、ね、本当に後ろ大人の件は本当にすいませんでした、ね、本編とか言って本編はね後ろ大人じゃないんですよ、競馬ですさあやろうあ、もうパシロ真面目なことで終わってる。そうか、そうか、さあこっからも本編ですよ。そうだよ、前回4500万を逃したんですが、今ですね、11月の第3週ですか、うんうん、こっから4回、今月2回、来月も2回、収録の日に G1 があるんです。 G1 2人なんです。やった。で、まあいろいろ競技を重ねた結果が、まあそこで毎回3000円かけようと、うん、でお金を増やして、まあ、お金を、はい、プールはしないんです。あ、プールしてくる。では、例えばじゃあ3万当たりました、この3万ぶち込むとかじゃなくて、うん、毎回3000かけてで、お祭りです。4500万当たるのもう4500万忘れない。え、なんでなんでなんで、その思考やべえよ。え家が建つ、家が建つ、家売らな、建てよう、家売らなきゃいけなくなる。建てよう、建てよう。じゃあ競馬で増やして、はい、お祭りを。いいですね。それこそもう4500万みたいな買い方するか分かんないですけど、もしかしたら本当にフェスができるレベルのものになるかもしれませんから。ただね、前回の買い方見て分かったでしょ、当ててないっていうか選び方見て分かったと思う。ど素人ですから。いやいや、でも結構惜しかったんじゃないですか。なんかそうですよ、言われたんですよ。僕ら、3頭ずつ名前出したんですよ。そうです、そうです。あ、4頭ずつ4頭ずつ名前出して、で結果、買ったのがこっちですね。こっちのブラックムーンと、また、そうですね、これだから被ったところなんですよね、うんうんうん、レイデオロ1着あ、で、奇跡
奇跡が3着奇跡サングレーザーサングレーザーがありますね。そう一日さんはいるんですよ。そうなんですよ、そうなんですよ、おったんですよ。これを持っての軍資金ちょっと増やした参戦なんですよね。そうですね、買い方はまた分かんないですけど、うん、まあちょっと相談したいんですけど、だ前回と同じような感じでとりあえず予想して、うんうん、2人で、うん、いやまたちょっと見て、はい、名前とか、まあ、そういういろいろなものデータを見て5頭ずつ予想します。5頭ずつ予想します。ちょっと多いから4に絞りません。4にする？絞りにくいと思います。5ずつだと。そっか。はい。じゃあ4にしましょう。4にしよう。うん、4ずつ絞って、はい、かぶったところから買う。余ったところも今回はちょっと逃さない買い方もあるんじゃないかと。うん。ちょっとやってみましょう。はい。よし。あれ221倍いるよ。ブラックムーン。ブラックムーン。さあ。お前。頑張ってもらおう。ムーンは何も悪くない。もちろん三連単ですよね。三連単、いやもうちょっと分かんないですここは。3000円ありますから全部ぶち込む、1個にぶち込むとは限らないですよ。あ、そっか、うん、いろんな買い方ありますからボックスとか。そっか、名前で決めよう。まず名前さあ決まりましたか。はい、じゃあとりあえず書き方は抜きにして、はい、予想の4と出していきましょう、うん、はい、せーの、じゃん。おあれジャンダルムかぶってますね。はい、竹井豊さんですよね。そうなんです、竹さんですね。なんか名前もいいな。うん、そう、名前超いいなと思って、まあ、てか全部名前でしか私は選んでないです。なるほど、ちょっと待って、はい、あのブラックいやだって名前いやだって名前いいじゃないですか。前回も名前いいって選んで、いやここはもうみのりんの自信があるかどうかですよ。ブラックムーンは前回やらかしてますからね。もう一回信じてみますか。あるある、でもブラックムーンは行きましょう。とりあえずじゃあ軸になる3頭決めますか、うん、あともう1頭これこれルメールなんですよ。あ、その一番人気ですね。そうです、モザースコット。この子ヒーズイナブちょっと迷いました。名前がいいですよね、うん、そう名前がいいです。ちょ全然 ありっちゃありです、うん、ありです。書こうか迷いました。じゃあ三角ぐらい、はい、ロードクエスト、ね、ロードクエスト、じゃあジャンダルム、ブラックムーン、ヒー、いやどうする、ここどうする、本命行くか、どっちがいいですか。え、私が決めるの。いやもうここは、でもピンとくるのはこっち。じゃあまあ、じゃあそうしましょう、ジャンダルム、実際こう高いのを狙ってるわけじゃないわけではないですね、はい、ジャンダルムブラックムーン、ヒーズイナブ、これは3連単、3連単、3連単になりますね。3連単をいやブラックムーンどこに置く。いやじゃあまあ1位はジャンダルムかな。ここどうしましょう。頑張って3着入ろう。分かった、じゃあジャンダルム、はい、ブラックムーンは3ね、3、ヒーズインラブが2の3連単を買いましょう。これはマック番号は出ないん、41万435倍です。それっていやだから前回と同じですよ。前回は3,000円で4,500円だったんですけど、今回100円で4,500円。やったやった。待ってじゃあこれ100円でいい。あ、これは100円でいいですか。まあそうですね、100円でいいじゃないですか。だって3,500円、じゃあ3連単で100円、
多分だってね、なんか200円買ったら変わっちゃうもんね。うん、変わっちゃう、そのオッズが。あー、そうっすね、うん、そう、変わっちゃうから3年で100円。え、すごい、本当に。まあ2500円か、全部で本当にじゃないですか、それでいいか、うん、これ当たるし。そうそうそう6、8、17。お、3連単のボックス買い。一番高い、一番硬いので687倍、6万だ。うん、一番倍高いので2万7千、3万5千。3万9千。どういうことは あるわ。趣味やろ、ね、すごいね、もう惜しみなく使おう。100万前後はすぐ手に入るみたいな、うん、すぐ手に入る。最低でも、これでもし当たれば6万8000円ぐらい、うん、ね、あくまで予想ですけど、うん、じゃあこれでいきましょう。よし、お願いします。これです。なんでなんか。いやもうだから結局これでもう1回でお祭り費用が手に入るかもしれないぞと。ただこれはこれ、パチスロはパチスロなの。はい、前回あの4500万あるからってバカみたいにパチンコにお金突っ込んだバカもいましたけども、誰でしょうね。あれは本当良くないので、はい、パチスロは真面目に、はい、あくまで、まあ、こっちは遊び要素としてね、はい、本編ではありますけど、はい、頑張っていきたいなと思います。はい、ありがとうございます。ボジョレー、よし、ボジョレー行こう。いいですか、料理と一緒に頼んじゃおう。ボージョレ、ボージョレ。頑張りましょう。あれ、え、携帯。はい、おはようございます。携帯ない。携帯ない。あれ、どこやったんだろう私。え、よいしょ、まあ、おもむろに撮ったけど、一応昨日結構ハマってたやつです。320、30ぐらい。ボジョレーヌーボーが解禁になったんですよ。それに昨日ポスターで気づいてしまって久々に4時まで飲みましたね。よくこんな体調で毎回収録してたなって本当思います。普通帰るレベルの体調の悪さですよ。おはようございます。なんかもうね、もしかしたら今日ここ前代系とかあるからね。なぜそんな考えに至るかというと、二日酔いだからです。本当によくこんなこう落ち着かない脳みそでパチスロー打ってたもんだよ、何年も。あ、どれだっけ、やばいやばいやばい、これかな。一応その昨日電源が落ちていた台を、打とうかなと思ってたんですよね。あんまりあの僕こういうの気にしないというかしないようにしてるんですけど、この2台だけ液晶がずれてます。全体系狙ってる時にこういうのがあると一気にちょっとなんつうの、やる気を襲われるというか。全部バラバラだったらまだしもなんですよね。どうしよう。いや俺液晶ずれでそれ根拠に移動とかしていいこと一度もないんで、とりあえずちゃんと狙った通りのものを打とうとは思います。じゃあ、あープラネットが回されとる。やっぱ出目変わってないですね。とりあえずそうですね、まあ僕らが勝手にというか、まあこのね、このラインナップのどっかが今日全力の、全力じゃない、
前段系のはずだっていう、まあ、願望込みでやってますから、その中で番長3っていうのが僕だけっていうね。まあでもとりあえず番長3でいいか。よし、あ、ちょっと待って、俺何気なく撮ってるけど MB、 え、昨日も真っ暗、まあいいか、おそらく変更だろうと。まあこれでもし、え、ベル揃ったらどうする、さすがに消えると思うんですよね、出店後したら。まあいいや、とりあえずそれは後ででいいよ。二日酔いでござる、はい、珍しく久しぶりですね。今年に入って初じゃないですか、はい、4時まで飲んだら。ちょっとボジョレーが、ボジョレーさん、解禁するからって、ボサで気づいちゃったんだよね。急にじゃないけど競馬で、よし、最低で7万ぐらいで、最高で4000万かかったってなると、やっぱボジョレー開けちゃうじゃないですか。そうですね、毎祝い、3本飲みました。3本、まあ4人で3本飲みました。まあまあ、でも久々なんですよ、この後。あ、別に二日酔いじゃないなって、この後ですよまだ酔ってるだけ。11時半、あ、ここから2時間ぐらいですね、はい、突然来ますから酔いが冷めるで、僕ですね、普通に番長3狙っていたのが取れて、はいはい、悩んでるんですけど、 MB 目が止まってるんです。ベル揃ったらどうしようで、2台あんまり僕好きじゃないんですけど、液晶連れが2台あるんです、他は揃ってるんで、もしベル揃っちゃったら、液晶連れの方に移ろうかなと思って。あれ取れました、はい、今どっか取れました。人います、ちょっといますね。こっちいない、うん、ませんでしたね、本当にまあ台数も多いし、なかなか行きづらいところはあるんですね。結局みんな絆の鏡に、間違ってないんですよ、このお店の攻め方としては。 その人たちが次どこに行くか、はい、まあ、そしてその台がどんな挙動をするのか見とけばいいかなっていうのがあって、意外とでもスープラがもう生まれそうなんで、わー、2年だけはちょっと使えないかもしれないです。いや、とりあえず打って早めに見切ってダメなら次行こうっていう感じでやっていきましょう。まあ、はい、ね、あの競馬は多分当たってると思うんで、200万は硬いと思うんだよな。なんでしょう、あるあるある、凱旋に行っちゃおうかなみたいなのが少しよぎる。これもしみんなやってるとしたらダメだよ切り離そう、良くない、うん、なんかこの遊び方、もう勝ってるしみたいな感じで打っちゃダメ、別物ですじゃあ僕もその考えを断ち切って今日も頑張っていこうと思います。お、2周期目、今僕完全にタバコ吸いながら優雅に見てますけどなんでしょうね、朝一じゃあ2周期目でみんな当たったで、あの JB の後の、ドライブゾーンがバスじゃないが2台あったらかなりあれ2人ともバスじゃなかったらもう当たりここなんです。2人ともあの JB がバスじゃなかったら2人とも当たりかもしれない。6バス選ばれにくいんですよ。いきますよ、まあじゃあ続けるか。確実に変更してるってことですからね。まあレールを手で回したら別ですけど、ただ鏡が、ああでも匠くんバスだな。一
応その選ばれにくいっていう言い方は語弊があるんですけど、要は設定6はモード0っていうものから JB が始まり非常に憎い。バス、バスバスですね。2周期目で当たってバスバス。前代、まあちょっとね、まだね、鏡でそんな立ち回ってないんで感覚的なものは分からないんですけど、バスバスか。この2勝とベル、だいたい対決行くんですよ。 MB チェリーか、おそらく今このベル、5回目のベルで対決に行くかな。割れた、まあとりあえず朝一のね、まあ、変更は間違いないと思うんで、朝一のこのベルモードは設定差がないので、うまくない？まあ特訓行くかどうかっすよ。特に中対決以上を示唆するパターン出てないんで、内部的に勝ってはないのかな。ベルは引けず、さあここからですね、まあ、対決連チャン言ってくれたらちょっとおってなるんですけど、どうしようかな。まあ32抜けたら絶対やめます。お17、期待度は高いですね、対決に行く。だこういうのもね、なんかガセらせたりするんですよ、この子、この子とこのおじさん、そういうのね、これはやめたくなるんだよね。さすがに行くか。お、なんで落ちた。おし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 、ただ弁当引いてんすよね、直前に。降格しさは出てないんだけど、これ長くない？長いよね。勝ったかな。最強、もらえましたね。よし、レアケーキですね。
投資が7000円、まあまあ変わってますけど。まあ、現状特にその6らしい挙動ってのはまだないんですよね。さあここから ART ですけど285ゲーム、これはあれだよね、通常時に抽選受けたやつだから当てになるんだけど、まあ32で必ず対決いっちゃうから、ただまあサンプル2回で、お、サンプル2回で、そっか、天国行ってない、あ、対決連チャンか、対決連チャンに行ってないから、大相撲以外、まあ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 、中対決ですね。あるぞ。トン。怖いよ。よーし、いいぞ。このビビはでかい。まあまあまあ DB のサンプルが取れるってことがでかいですから、結構ベルしてましたね。出れよ、お前がそういうやつだってことは。お、超超強対決です。よく負けます、僕。普通の人は負けません。まあ大丈夫でしょう。大丈夫大丈夫。ケープ。さあ、ループ。来い。あ、まあわかんないけど。団長スリで2セット目消化するの久しぶりだな。え、めっちゃ当たり軽くね。244で当たって42。どうですかと。あ、みんなレギュラーちゃんと引いてますね。ありそう。あれ、これ番長スリーあるぞ。全体系ないかな、まあ、まだわかんないですね。チャンス目だったら継続確定。チャンス目じゃないけど、このループが岩尾に勝った時のものなのか、それとも
初当たりのものなのかで変わってきますよね。初当たりだったら、まあ、一応毒が優遇されている部分ではある。いやな、バンチョンスレイで300枚超えたの久しぶりだよ。今年初かもしんない。あれ今合大事故煽り中だよね、多分途切れてなければ。そこでなんつうのあれ、モミジ、モミジでビラがついてると、必ず実際に合大事には行きます。ただまあ全体が切り替わってる可能性はあるけど、多分大丈夫、大丈夫、大丈夫。さあせめて調理実習、あ、閉まる。この第2第3の時にこうこのピクってなると強対決なんで、うまいよ、うまい、叩きましたね BB。 さあカカカカ、まあいいですよ。そもそも鼻から5の可能性は追ってないですけどね。だからこれでこの後、あ、6じゃないやってなった時にすっぱりやめれますよね。あ、5もないわ、まあ、可能性が低いわってやめれるんで。終わりましたね。せめて調理実習 MB でもいい。あー全部叶わなかった。おお。おお。楽勝だな、これ。さあ、三回引いて絶叫なし。今もですね、ここまで青7がないなると、まあ、6の期待も少し下がりますよね。なぜかわからないけど、そろった。俺今年のこれ最高記録じゃない、パンチョスリー。あれ次どうだ、継続は決まってないけど、1回目の継続したときのパターンがちょっと複数トップの可能性があるやつだったんで、一応まあ期待はできなくもない。お2以上、2以上か。おてんば娘、はい、それでは私は、予定通り魔法少女マドカマジカ2で頑張りたいと思います。いや、これはなんかリセット怪しいですね。なってないんじゃないかな、もしかして。むしろなんか引いちゃえとすら思ったけど、もうなんか引いてくれたらもう
あ、わかんないからちょっととりあえず打とうかなってなったんだけどな。ちょっとこれはあのマドカ2は1台ちょっとちゃんと見れてないですけど、多分全部広角上がってないです。朝一とりあえずこれ変更してた。あ、変更、あ、まあ、うん、一応そこの2台が液晶ずれてたけど、まあでも液晶ずれてないこれが変更だからあんま関係ないと思うんだけど、やってみますか。いや、どうしよう。いやでもなんかこの状況であんまり窓かつ追えないなと思って。寝台行ってもいいし、デュエルとか寝台行ってもいいし。あー、寝台先。これはあー、あれ、なんかいいのありましたっけ。真ん中が多分 AT 中やめだから。まああとはもうバジ3行くか。えまあここ行くか。じゃあもうちょっと好きに行きます。わかりました。一応先これ左が179これぐらいでやめてて、右が260ぐらいのこれで昨日やめてるから、260ぐらいでした。それの台だけ動いてないんですよ。でもそれ打ったらもうやめれなくなる。そうなんですよね。そうなんです。まあ任せますよ。まあ任せますよ。あれ、困ったな、どうしようかな。あ、G1 打ちたい。ダメかな。もう、でも他にないし。G1 打っちゃおう。よいしょ。勝つためにね、勝つために。よし、好きなライで頑張ります。よし。オーナーさん、よろしくお願いします。あ、サイレン鈴鹿さん、あ、なんか早くも蹄鉄をなぜゲットしているんでしょうか。気のせいだね、気のせい。よし、いや、蹄鉄でしょ。あ、これここで行ったらもう金行くじゃないですか。蹄鉄、行かない。蹄鉄あるな。これ金行っちゃったらもう、おお、金です、金賞。これでもう当たったら3桁スタートは確定。いやでも青出した。おおえ、どうしよう、勝ちたいこれ。いや、また追跡じゃん。ほら、台まで行っちゃった。待って、金の台まで行ったことなんてほぼないんですけど、勝ちたい。嘘。よし、入れちゃった。今日からの予定は、うわ、6周目か。ちょっと待って、早いし。あ、このつもり、ん、どれがいいかな。今日お、え、どういうこと。え、知らないんですけど、この状況。え、でもえ、レインボー、え、うまっ。え、300ですよね。300では、あ、もうそこから行くのね。はいはい。え、初めて、レインボーは。よし、ハイレンスス、完璧な仕上がりですね。完璧だな。勝利は揺るがないのではないでしょうか。サイレンスス、エアブルー、サイレンスス、どっちだ。えい、やったー。おおおお、勝ったのはサイレンススーカー。はい、答えました。80ゲームです。
高校日程として1000円、総都市3000円でアタックも何もかわいい。なぜくこれでシナリオも良かったら完璧ですね。あ、早い早い。はい、うん、まあまあまあ黄色か。黄色ってことは、だいぶ消えてで50倍以上はあるんですよ頭なんで。まあでも 50% うんぬの前にとりあえず300ゲームあるんで、そう何より。おつい待って、なんならダブル揃いでまた乗せちゃうとかもあるんじゃない。ほら天才天才。ちょっと待ってちょっと兄貴に話しに行きたい。どうした。あ、ごめんなさい、 G は打ってるんですけど、はいはい、あの蹄鉄レインボーで300ゲームプラス ART 確定で、当たったんですよ。1000円で当たったんですよ。おでその後速攻でまた300乗せたんですよ。すげえ。すごくないですか。何それ。600ゲームあるんですよ普通に自慢しに来ました。すげえ、うん、じゃあとりあえず今日大丈夫だな。もういやでも G1 なんでちょっとわかんないですけど、でも、まあ、とりあえずその600ゲームの中でなんとかします。あれ競馬うまくない。え競馬うまくない。あやだ当たっちゃう。やだやだ。あそうやあある。もう取らないで、もう見せれない額当たるからとりあえず余裕ができてよかったです。駆け抜けないようにします。よし、またそうか、計測も確定したんだね今のね。このバカに、まあ引き戻し見て、かつ次、これは ART1 の抽選を受けた対決カウンターなのでサンプルにはなりませんけど、その次の対決で連チャンに行ってないともう3も0になるんですよね、対決連チャンイコールは。だったらそこでやめてもいいかな。戻しとくんですね。まあ2以上出てて偶数であれば別に2、4でも行きますけど、中対決以上、まあ引き戻しとくはそもそも中対決以上出てきやすいから、高設定じゃない鼻から勝ってるやつが出てくるのは6の駆動ですからね。まあ分かんないけど、まあここでもうベール引いちゃったら普通に勝つわ。4ゲーム継続。あ言い切れないけど内部的に勝利してる生き物ショックの可能性があると。これただあの設定差があるのは通常時にね、対決に負けるとこういう確信戦されて負けてないもんね。まあでもその最初に
そこもらってる。いやここの抽選がよく分かってないんだよな。合流角に行ったからストックがあるのか、ストックがあるから合流角に行ったのか、ちょっとね分かってないんだ。いやーマジ防御角一切活かせなかったな。出玉は好調ですけどね。さあどうかな、今回の石黒ストックがどうか。まあなくてもちょっと続けなきゃいけないですけど。戻しじゃね、ほら、まあ、割れない。え、あら、え、ダサ。まあでも引き戻しと、うん、挙動はいいけど気分は悪いですよね、相変わらず。さあここからようやく通常時のレベルモードのサンプルが取れますけど、え、弱チェ、なんか割とまあ状態の工程は分かんないですけど、割と弱チェから対決いってんだよな。この7抜けたら飯行こうか。これが男のチャンス。抜けないぞこれ。多分そうね、この3回目のベルで対決連チャンかな。さあ設定6探す時の、まあ、基準として対決連チャンは 4,50% 2回に1回ぐらいは行ってほしいんで、今3回サンプル取って1回なんだよね。どうでしょうね、かなり設定的には希望ができる展開ではあるんですが、ここから出せるのか。まあ一応今プラスではありますけど、後半でなんとか頑張るしかないな。頑張れよ後半の俺。おてんば娘、もう600もあったら本来もう海外レースいける。待って、サイレンス鈴鹿さんね、あれ、おお、やる、あるある、凱旋ロードある。お
これは揃えたい。変わらないか、赤に。お、ありがとう、お姉ちゃん。よし、これでとりあえず2個ストックはございます。さすがです。よし、いく？いいね、青でもね、たまに揃ってくれると嬉しいですよね。あ、これは揃えたい、逆に。あー、喋んないな。はあ、そういうことか。まあでも結構頑張れた1セット目だったとは思いますけど、よっしゃ。まあここはもう、そうね、そね、なんで、まあここでちゃん、まあいいんだけど、なんか引いてますね。あー、引いてますね、引いてます一応、そうか、まこまこタイムの抽選か。あー、次なんかいい背景が。三冠伝説、三冠伝説、違うな。もう2セットとかで連続で青とか来たらもう大体村掛け、超村掛けとかなのかなって思っちゃいますよね。超村掛けかな。黄色い、キュッ。超村掛けが消えた。で、まあでもそっか、超早熟がまだ。でも結構、でも早熟か、ちょっと V もう揃えてるから別にって感じですよね。全然おかしくないですね、上がってる。お、まだ。待って、80あったら、お、80あったら超早熟は消えますね。お、いけ、お、いける、いけるじゃん。名馬三冠伝説オンリーです。熱っ、鬼熱っ。待って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 、だからだから名馬だったら、あ、まあ、ここまで。でも全部 80% でしょ。熱っ、熱くないですか。全部 80% で、3冠だったらここまで 100% なんで、6だっけ、6まで。だから7以降がなんで、もういける、いける。で、伝説だったらまあもちろんいける。なんなら V トロが全部後に回るみたいな。来たな、よし。いやー、鬼圧だな。ちょっとなんか、なんかもう伝説頼む。いや、もう三冠でもいいけど。でねー、普通素晴らしい、いいことに気がつきました。8レース目と9レース目がメモリアルレースです。だからだいぶいける、だいぶいける。よし、お、ハートマコ、
80% の意地を見せてやります。ちょっとなんか早く弾けたら弾きたい。よしよし大丈夫大丈夫。ボタン、うん、勝てる。よしよしよし、やるよ。はい、あー名馬以上ですね。やっぱり名馬以上、名馬以上。あー早くこの名馬の呪縛から解き放たれたい。名馬なのかな、どう、うーん、赤い、あもうレインボーに上がってくれることをお願いします。あれないない、ついてない。飯飯っすね。了解です。じゃあこのままにしておこう。はい、飯っす。そういうことよくやるよね。チャンネル登録すれば検索の手間いらずで最新動画をいち早くチェックできます。皆さんもチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。